はい、こんばんは、フェマールでございます。今回は旧北陸本線の水路隧道というか暗渠といった方がいいですかね、そちらの探索になっております。よろしくお願いします。こちら潮風ラインといいまして、越前海岸の風光明媚な海岸道路でございます。そちらの方をまっすぐ行くと国道8号線ですけども、ここを右曲がります。この川のその山を通す暗渠というか水路隧道というかがあるんですけど、狭いなこれこれ夜来ると危ないかもしれないですね。でもちろん僕初見でございまして、ね、どういう塩梅になってるのか分かりませんし、狭っえこれな、なんか普通に道出てきたんやけど、はいなんだよ、別にここ通らなくていいんだよ、なんだよそういうことかよここで8号線ですこういうパターンなんだよあ、僕はあの国道下を通るなんかアンダーガードっていうかそれがあるんだなと思ったんですよ。あ、違うんだ。でこれ右分かれるか左分かれるかあるけど、まっすぐでしょうね。じゃあこっちか右か、どうなんだろう、これ迷うかもしれない。とりあえずまっすぐ行きますけど、あそこ車止めてあるけど行けるよね。こういうとこでもこうやって仕事してる方が軽トラで来てるんで結構車置いてあるんですよね。しかしこんなガタガタなんだ。まあ雪も溶けまして、まあ春になりまして農作業も活発になる時期ですから、まあこうやって皆さん農作業にされるわけですからいても仕方ないんですけどね。へえ、ちょっとこれ行けんのかこれ。このどこまでこの道が行けるかどうかも分かってませんし、狭い、これ分岐点、お狭いね。よいしょ、おーこれは狭いこれ車道だよね一応。でもこれはあの視聴者さん情報でここの道からアクセスできると聞いたけど、めちゃくちゃ狭いけどこれ、ちょっと待てや、激烈狭小地ですね。でもこれ多分地元の方は来られてるわけですからね。まさかまさかのなんか結構美味しい画像がいただきました。うわー遅いよこれ。いや落ちて死ぬとか本なんじゃないけど、落ちたら まずまずその脱出がめんどくさいですよねこれね。ちょっと待ってよこれ、できっかなこれ U ターン。U ターンできるかしら。まあ泣き虫にあらずか。でも山仕事の方は来られてるんだろうからこんなねビビってらんねえよね。私もめっちゃくちゃこの右左狭い。いやーこれはこの川やね。ちょっとこれ降りてみる一遍。まあこうやって見ると何ともねえんじゃねえかって思うかもしれんでしょうけど、これは現場にいないと分かんないんだよねこれって。こう曲がりながらのってなると内輪差とか考えていくと結構大変なんですよね。分かってる分かりますかそして目指すはこの川の上流です。ですからこの川沿いへ行けばその暗渠へたどり着けるものと思います。あれちなみにこっちからも来れたのかな。これこっちじゃないよねこれ。いけんのかこれ、結構急だぞこれ。いやーこれでも車道だよねこれ、結構急なんですよ。 U ターンできなかったらここバックしなきゃいけないんだよね。ちょっと確かめとこうこれはちょっと危険かもしれない。うわうわ
と思って、一応車道だよねこれ、行こう。それかバックで上がってこっかなこれ、ちょっと展開できないかもしれない。はい、それでは、まあ、全身潜入もいいけど、何かあった時のためにバック侵入でいきます。ただバック侵入もなかなか結構しんどいんですけどね。まあっていうか歩いていけるって話なんですけどね正直なとこ、まあそこはちょっと私のこのチャンネルのアイデンティティといったあれですけど、そんな感じで一遍やってみましょう。ただ狭いのとすげえ急、そして急な上に杉の葉がめちゃくちゃ、これ滑るよね。今日雨降ってないから行けますけど、これ雨降ってたらダメですね。これうわうわ怖え、あー怖、すごい急なんですよ本当、めちゃくちゃ急。おー怖え、うわ怖え、これはきつい。もう歩いていけよって話だよね。せば、わわわわわわわ。でもいいんだよ。ちょっとこのこうやって行きたいんですよ。圧倒的に歩いた方が早いと思いますね。これね。めちゃくちゃ急。なんで石垣あるんだろうこれ。きつ。マジ絶対歩いた方が早いよこれ。でもこれ帰り考えたらこの方が正解かもしれない。マジで。だってこれ。バックで下りはきついよこれ多分。もうターボをガンガン効かさんと登っていかないですからね。でもあれですよね、こうやってある程度その水路水道のとこまで行けるような道があるんだよねこれ。 4L にしました。あこの方がいいな。タイトコーナーブレーキング現象があるから L4L はきついかなと思ったんですけど、結構まっすぐな道が多いんでそれで行きますわ。やっぱ楽だ。かなり慎重に走ってますっていうのが、本当めちゃくちゃ両側に石が置いてあるんですよね。それうわー、このクランクはちょっと酔えるきついか。これはきついわ。うわ、ちょっと一遍私の画像にしてみようか。言ってとにかく両側に狭い上に石が置いてあるからきついんだよね。うわきつ、ギリチョイン左、うわこっち、うわ左と右、この対角線に石があるんだわ。右後ろ左前とね、このタイヤに両方曲がるときに石があるんで、すごい全集中だねって喋りながらやるなって感じだけどね。右もやばいけど左、これ車通ってたのかいこれ。でもこれ車道だよねこれ。へえ、こんな変態いんのかよ。怖っ。結構な谷ですね。そして
本気でこれは歩いた方が早いと思う。マジで。はい、こっからはしばらく直線かなと言っても怖いんだけど。ああ、怖い。狭小路をバックで行くっていうのはなかなかないですよね。あ、ここはまだマシかな。ここはマシや。あるんだからすげえよな。うわあ、攻めおい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 。しかし我ながらチャレンジャーすぎやろこの。でも車道があるからということはさ、誰かは行ってるわけですからね、これ。それを行けんなら俺だって行けんだろって話だから。車通れんなら行きたいもんじゃないですか。それが変態の所業ですわ。お、まあでも雨降ってたら完全に来れませんね、これは。さすがにこれは雨降ってたら来れんわ。でよく思うのが、このこういうところに石垣を持ってきてるってのはすげえなと思うんですよ。これ1個持ってくるだけでどんだけ労力かかってんのって思うんですけど、それでも持ってくるんですからね、すごいと思います。ここ難関。水温大丈夫やな。ここでアクセルの踏み間違えしたらえらいこっちゃな。狭すぎやろ。本当にこれ車通ってたのかよ、これ。本当にもう。ちょっと余裕、ここから、この部分がすごいきつかった。ちょっと余裕、この谷底がなくなった時すげえ精神的余裕があるけど、その分今度は急坂、まあ、安全第一なんでかなりゆっくりいってます。ここは、あ、ここは大丈夫だ。あ、落ちたら終わりですからね。本当落ちはせんだろうけど、それを考えたらやっぱりゆっくり行った方がいいんですよ。で、あとものすごく今回よく思ったのが、よくね、ミッションの方が良くねってよく言う話あるじゃないですか。これに関しては僕の感想で言うとオートマの方がいいと思うんですよ。なぜならこれですよ。アクセルワークに集中できる。これね、クラッチ切って半クラで曲がってこんな急坂いけねえよ、こんなもん。それだけで多分無理です。だから本当思うんですけど、アクセルワークめちゃめちゃ集中できるんで、僕はオートマの方を、僕はね、おすすめします。ただ駆動力云々っていうと、ほら道路の方が燃費もいいし、それは分かるんですけど、でもこのシチュエーションは絶対的にオートマですわ、マジで。これを半クラできねえわ、こんなん。いや、できるけどまた狭いな、ここ。そう、その最新のことができるってのがいいですね。しかしどこまで続くんだこれ。まだか。結構あんな、あるけど道があるから嬉しいな。嬉しいな。歩けよ。歩けよな。本当にもうこの辺が私が変態と言われるゆえんですね。ほんとシャドウが結構あるんですよ。で、杉の葉、これ濡れてないからまだいいけど、これでもちょっと滑るんですよね。おっと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 
オーバーヒート大丈夫やな、まあ、前に風が当たらんわけですからいくらファンがあるからって今日27度あるんですよ気温が。だからそう考えるとね、オーバーヒートとかありますし、ね、上まで行けんだな、これすげえな。いやーマジでね、バックの狭小国道県道はやべえ汗出てきましたもん、マジ。GoPro あんだよな。ここも狭い。ここはこれ何だ、橋？でもなんでこんなにこんな上まで石垣あんだよこれ。先人の努力、この石垣を持ってきた人らの苦労に比べじゃ、俺のこんなもんなんて足元にも及ばねえ。もう間もなく、マップ上ではもうすぐ近いかもしれない。これほんと U ターン場所ないから、これバックで来てよかったかもしれない。狭っ。左、右もあるし、左もあるし、左がやばい、左注意で、左上がった瞬間右がやばい。あ、でもここ展開できるとこあったな。この場所で展開できますね。まあいいか、まあそれもまた一つのネタやったということで。あーね、ここでラストでございますね。どうもここで終わりです。あーすげえ達成、素晴らしい。それではこちらの道を延々とバックしてきた変態さんです、こんにちは。この最後の最後、ここでまあここから先がもう徒歩道となっておりまして、ここで一応展開できる場所はあったんですので、結果的に言えばまあ、まっすぐ正面から入ってきてここで展開すればいいだけの話じゃんって話かもしれないんですけど、途中で倒木とかあって通れなくなった場合ってそこからバックしなきゃいけないんですよ。そう考えたらやっぱその今のは得策やったと僕は判断しております。ということで、お疲れさん、後でまた正面画像を出しますよね。ではこの先へ今から伺いますけども、めっちゃお買い得やんけこれ。うわーすごい、これ橋ですよ。川と歩くとこが分離してますね。